さあです。本日は日本地政学禁断の学問についてお話ししたいと思います。よくビジネス書のコーナーなんかで禁断の学問 GHQ が禁止した地政学みたいな形で最近クローズアップされる学問だとは思うんですけれども、これらで取り上げられている地政学はですね、欧米のまあいわば王道の地政学ということができます。まあそれに対して実は戦前に日本独自の地政学作り上げようと試みたグループがいるんですね。今回はその日本地政学とはどういう学問なのかというのをですね、批判的に検証していきたいと思います。今回の参考文献はこちらですね。まず最初にそもそも地政学とはどういう学問なのかについてお話ししたいと思います。簡単に言うと地理学を使って政治経済に応用させていこうという考えの学問なんですけれども、陣取りゲームの中でどこを抑えたら自分たちの国家が伸びていくのかっていうのを、ね、分析した学問になります。例えば海を取れといったですね、マハンのシーパワーですとか、あるいはいや陸を取れ、特にユーラシア大陸を取れって言ったらマッキンダーになりますし、いやいやその海と陸の境界リムランドを取れっていうのがスパイクマンの話であったりですとか、まあ、最近ですといや核兵器出てきたし空を取れっていうですねエアパワーの話ですとか、まあ、そういった形で、まあ、要するに陣取りゲームでどこを抑えたら勝ちなのかっていうのをですねしっかりと研究する、そこを抑えるためにはどういった形で国家を伸ばしていったりすべきなのかっていうのをですね考える学問でございますと。まあ、そうなんですけれども、実はですね、よく語られるのはそういった欧米の地政学なんですけども、日本の地政学というのも実はありました。これはですね、兄弟地理学の中で陸軍からの支援を受けてこう活動した吉田の会というですねグループがいます。小牧実重先生を中心にですね、日本独自の地政学を出していこうというところで日本地政学が提唱されました。今回は小牧実重先生が提唱した日本地政学がどういう学問かについて解説していきたいと思います。で、当時の日本を含む地理学のですね、流行としましては、景観地理学というものがございます。で、これはどういうのかと言いますと、それまでの、景観地理学の前には自然地理学があって、気候ですとか植生といった自然地理があって、いや、これを人口の都市とかにも応用していこうというのが景観地理学だったんですね。100年から1920年にぐらいにはですね、まあ、ドイツ地政学が始まりつつありました。で、これは例えば、ラッツェルですとか、チェレンという、学者がいまして、例えばラッツェルは、まあ、国家っていうのは国土と国民の生命体であると。で、国力はその面積が大事なんだって言って、どんどんこう面積広げることが国力を上げることなんだっていうのを提唱した人なんですね。で、チェレンはまあそれに加えて国土を広げるんだけれども、その時に最初に大陸から広げていった方がいいよって言ったのがまあチェレンなんですね。まあそういった形で当時の地政学はドイツ地政学およびまあ地理学全体でいうと景観地理学が流行ってましたと。で、これに対して小牧実重先生はどっちも批判します。まず景観地理学に対しては、いやそれ実践的じゃないじゃんって言って、もっと実践的で応用できる使える学問を目指していこうといったところで景観地理学を批判しました。で、ドイツ地政学に対しては、まあ、もちろんそのラッツェルとかチェレンの言うこと自体は実践性はある、そこは評価してたんですけれども、でもこれっていわばヨーロッパ列強の帝国主義を後押しする学問に過ぎませんよねと、自分たちが使うんだったら自分たち独自の考えが必要ですよねっていうふうに小牧先生は批判したんですね。で、こういったですね、まあ、ドイツ地政学に代わる日本地政学として何を打ち出せばいいのかと言いますと、各地域の住民や文化を尊重し世界共存を図ろうというですね、多文化主義を小牧先生は提唱したんですね。で、ここまではすごいと思って、何ですかね、列強の宗主国 VS 植民地のお話ですと、大体ですね、列強に対抗する形で自分たちのナショナリズムを盛り上げていこうという話になるんですけども、そこで世界共存を訴えよういったところにですね、この日本地政学の特筆すべき特徴があったんですけれども、じゃあこの世界共存をどうやって達成しようかっていったところで、まあ、天皇の下だったら可能だろうというですね、小牧先生は言ったんですね。で、当時ですね、1930年後半にですね、八公一宇ですとか行動ですとか、まあ、そういった形でですね、まあ、日本が覇権を握っていくためのイデオロギーみたいなのが出てくるんですけども、これをベースに世界共存を図っていこうというところで、まあ、言ってしまえば当時の国の政策をこう理論的に裏付けようというところが日本地政学が進んでしまった道なんですね。ドイツ地政学はどちらかというとすごいその無機質といいますか、機械的といいますか、人間を重視してない考え方というふうに言って、まあ、それに対して僕たちは意思とか感情に結びつくものである、人間の直感を重視して多文化主義あるいは世界共存を達成しようといったのがですね、日本地政学の特徴になります。方法論としましては、これまでの欧米が行ってきた植民地化の歴史を踏まえて、まあ、それをどうやって是正すればいいのか、欧米の植民地主義を批判することを使命とはしていました。
これに対抗する形でアジアの農業社会を基盤とする運命共同体を作ろうというふうに言ったのはいいんですけれども、でこれって結局日本が諸外国を植民地化することを正当化する理論に過ぎないですよね。そういった形で国策を正当化してしまったのが日本地政学なんですね。その当時の地理学っていうのは、景観地理学が流行ってるというふうに先ほどお話ししたんですけども、京大はどちらかというとその景観よりも歴史とか集落の方に強みがあったんですね。だからちょっと押され気味だったんですけれども、歴史を踏まえて地政学を考えようといった発想はすごい評価されるところだと思うんですけれども、それを踏まえてどういった道に進んでしまったかというと、日本の帝国主義をですね支援してしまうような理論になってしまったというところで、戦後地理学界から批判を浴びてしまって、小牧先生も公職追放になってしまったので、残念ながら取り上げられない理論になってしまいました。戦中の時にこれが発表されてるんですけども、当時の地理学界からもですね、この日本地政学の話に対してちょっと本当にそれ画期的な話とは言えないよねという批判も浴びたりとですね、日本地政学ということで日本って名前はついてはいるんですけれども、当時の地理学界からも全面的に受け入れるわけじゃなくて、その批判も浴びたりとした日本地政学だったんですね。でまとめますと、その日本地政学っていうのは良かった部分としては、こう当時の地理学になかった実践性をどうやって持たせるかというところを考えます。実践性をどうやって持たすかというところを考えたのまではいいんですけど、それを日本の帝国主義のところに活路を見出してしまったところに、ちょっとこの学問の展望が見えてしまったというところが挙げられます。でこれはちょっとしょうがないって言ったらしょうがないんですけれども、この日本に限らず当時の植民地の国々がどうやってその列強に対抗するかといったところで、よくあるパターンとしては、彼らのナショナリズムに対して自分たちのナショナリズムを盛り上げていこうという話に なるんですね。これ自体はちょっと、当時の流れからすると致し方ないのかなとは思うんですけれども、残念ながら、そういったところで、当時の大日本帝国政府の拡張政策を実施してしまったというところで、戦後も批判を浴びてしまって、今では顧みられなくなってしまった理論が日本地政学でございます。はい、ということでね、今日は小牧実成先生が提唱した日本地政学の概要について論文を参照しつつ紹介してみました。でやはりこの欧米の地政学でいうと、陣取りゲームでここ取れあれ取れみたいなところがあると思うんですけれども、そういった形ではないその歴史ですとか組織ですとか、そういったところにも着目する地政学っていうのはですね、実は現代においても多くあるので、何でしょう、陣取りゲームだけじゃない地政学の側面っていうのを作り上げた、提唱したという点では、日本地政学というのは評価されることなのかなというふうには思うんですけれども、後の年代から振り返ってみると体制を後押ししてしまうような理論だったのかなというふうに思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。